ありがとうございます。それでは定例の会見を行います。国会対応についてはすで、に、国対委員長の会談などで会見などで我が党の基本的な見地は、折に触れてお話していると思いますので、ご質問があればお答えいたします。私の方から冒頭ですね、コロナ新型コロナウイルス感染症が深刻になる下での経済の経済政策上の対応のについての提言を、現時点で緊急の提言という形でおまとめしましたので、それをお配りしてありますが、説明をさせていただきたいと思います。日本経済は今ですね、消費税大増税による打撃に新型コロナウイルス感染症による打撃が加わって深刻な大不況に陥りつつあります。昨年10・12月期の GDP はマイナス 7.1% になりましたが、これは新型コロナの影響の出る前の数字でありまして、今年に入ってからの景気悪化はさらに深刻な落ち込みを示していると。今日出た、景況感についての調査などもそれを示しております。各種の指標からも明らかであります。さらにもう一つ重大なことはですね、新型コロナの打撃が世界各国に及び世界経済が重大な危機に直面しているということであります。それもですね、リーマンショックの時とは違うと。リーマンショックの場合はですね、金融面の危機だったわけでありますけれども、今回はですね、金融面だけでなくて、サプライチェーンなどがズタズタになって実体経済そのものの深刻な後退の危機が起こっているのが特徴だというふうに思います。でこうしたもとでですね、感染拡大防止によって、国民の命と健康を守ることに最大の力を注ぎつつですね、現下の経済危機にからどうやって国民生活を防衛していくか、政治の責任が今厳しく問われていると考えます。我が党としてはですね、政府が次の2つの基本姿勢に立って大胆な経済政策を取ることを強く求めていきます。第1はですね、新型コロナの影響から緊急に国民生活を防衛するあらゆる手立てを取ること。第2はですね、外需依存がいよいよできなくなる下で内需、家計、中小企業支援に力を集中すると、ここに政策的な力を集中すると、この2つの基本姿勢に立った対策を求めていきたいと思います。まず第一の柱の新型コロナの影響から緊急に国民生活を防衛するという点では、まず1つ目に中小企業をはじめとする企業倒産とリストラ失業の連鎖を起こさないことを経済政策の大きな目標に据える。中小企業への無担保無利子の融資、当面、リーマンショックの時並みの20兆円の枠を確保する必要があります。政府の無担保無利子融資5000億円、あまりに小さい、桁を一つ上げて40倍ぐらいの枠が必要だと。それから雇用調整助成金は最大10分の10の補助にする。現在の助成率は北海道だけ5分の4、あとは平時の3分の2でありますけれども、10分の10にすべきだと。その財源はですね、積立金が1兆4千億円と12分にありますから、こういう時のためにこの積立金を使って助成金の拡充を行うべきだと。それから新型コロナを口実にしたリストラ首切りが始まってます。から内定取り消しも起こってきております。これを行わないよう、政府が指導することを求めていきたいと思います。二つ目の点はですね、フリーランスをはじめ雇用保険の対象にならずに働いている方への、所得保障制度を緊急に作るということです。政府の対策は、休校によって仕事に行けなくなった人だけが対象で、1日4100円に過ぎません。あまりに少ない、対象も狭すぎる。これ対象と額をですね、抜本的に拡大し、フリーランスなどへの休業の所得保障制度を緊急に創設するということを求めていきたいと思います。
それから休校要請、イベント自粛要請など、政府の要請に伴って仕事や収入を奪われた人や事業者には、国の責任でそれを保障することを大原則に据えて実行すると。で、特にイベント中止要請がですね、演劇、芸能、音楽などにもたらした実害は、文化の公共性ということにも考慮、重視して、全面的に保障するという立場が必要であります。2つ目の柱は、内需、家計、中小企業支援に力を集中するという問題です。これまでですね、アベノミクスは、外需頼みの経済政策をやってきたわけでありますが、それがいよいよ成り立たなくなっていると。世界経済全体で実体経済の後退が起こっているもとで、このやり方を変える必要があると。こうしたもとですね、内需、とりわけその中心である家計、中小企業に思い切って力を集中した経済政策の転換を求めていきたいと思います。その最初の内容はやはり消費税です。消費税 5% を、緊急減税を本格的に検討し実行することを強く求めていきます。麻生財務大臣が、先日の答弁で景気対策のための減税は反対するつもりはないというふうに言われました。そういう声が政府部内からも出てきております。与党からも減税が必要だという声が出てきております。現下の大不況の原因を作ったのは消費税増税であり、これを緊急に 5% に減税することは、消費を下支えし、国民の所得を増やし、低所得者と中間層への力強い支援策となります。政府がこの経済危機に立ち向かう力強い、姿勢を示す上でも最も有効でインパクトのある対策になると思います。5% への緊急減税、真剣に検討を求めたいと思います。それから2つ目はですね、国保料をはじめ、社会保険料の緊急の減免、納税の緊急猶予などの措置を取ることです。仕事がなくなり、所得が急減している自営業者やフリーランスへの支援として、災害時にはやってるわけですから、国庫料の緊急の減免、これを行うことを求めていきたいと思います。これ、自治体の判断で実施し、財源は国が保障する、こういう対応が求められていると思います。中小企業の社会保険料、これは主に協会健保、あるいは年金、こういう保険料もですね、同様の考え方で緊急の減免を行う。それから、社会保険料や所得税、消費税の納税、これは主に事業者の場合でありますけれども、の猶予、あるいは延滞料金の減免、これを行っていく必要がある。ですから、こういう緊急時ですから、そうした社会保険料、納税について柔軟な対応が必要だと。それから最後にですね、大企業の内部留保を働く人の賃金、中小企業への単価の引き上げに活用する。労働界から連合の会長もですね、大企業は将来の危機を理由に内部留保を積み上げてきた。今回のコロナ拡大という危機に、その内部留保を活用すべきだなどという声が出ておりまして、当然の声だと思います。全労連も連合も、ナショナルセンターの違いを超えて、内部留保を活用すべきだという声が出てきております。で、460兆円に上るわけですから、こういう内部留保を持つ大企業が、コロナ危機を理由に、賃下げやリストラや、中小企業切り捨てなどを行うことは絶対に許されないと。で、巨額の内部留保を働く人の賃上げ、中小企業への単価の引き上げなどに活用し、庶民の暮らしと営業を守る社会的責任を果たすよう、政府として強く要請することを求めていきたいと思います。以上の2つの柱でありますが、安倍政権が10日に発表した第二次緊急対策は、予備費の枠内という大前提で作られているために、規模があまりに小さく、対応があまりに狭いということが最大の問題だと思います。予備費の枠内ということは全く合理性がありません。予算編成後に起きた緊急事態に対応するのは当然であり、無修正での成立にこだわる理由はどこにもありません。4月になってですね、予算案成立後に補正予算を作るというのはあまりに国会を軽視したやり方であり、あまりに遅すぎると思います。来年度予算の抜本修正によって財源を確保する大胆な財政的措置を取ることを緊急に求めていきたいと思います。こういう立場で、これらの要求は個々にはもうすでに国会の質疑などで行っているものもあります。ただ、こういう姿勢でですね、我が党としては、
国会でも論戦をしっかりやって、この、コロナ、新型コロナの影響からですね、国民生活を防衛する、そして日本経済についてはですね、内需を良くして、家計を応援して、中小企業を応援して、この経済をの危機を打開していくという、この2つの基本姿勢でですね、対応していきたいと思います。以上です。あとはご質問がありましたら。NHK 奥泉です、はい。今のこの提言なんですけれども、これ具体的にこれを例えば政府側に渡したりだとか、渡すとしては取りたいと思ってます、適切な方で。その場合って どこ宛てにというか、厚労省なのか、まあ、これは、まあ、政府ですね、うん、と細かいところでちょっと見てほしいと思うんですけれど、括弧1のところ、誇張金最大10分の10って書いてあるんですけど、最大ってあるんですけど、漏れなく10分の10って意味でいいのか、1人で、まあ、これ最大ということです。で、補助金というのは今、大体 6割補償ですよね、雇用を維持した企業に対して6割補償になってますよね。で、それについてのその6割に対して今は、3分の2の補助ということですよね。中小企業で3分の2と、大企業は2分の1ということになっています。これはやっぱり最大10割の補償にしていくと。で、これはまあいろんな段階があり得ることです。大企業と中小企業とありますしね、いろんな段階があり得るんですけども、最大10割ということで対応すべきだと。今のような、大企業で半分、中小企業でも3分の2というやり方ではこれは間に合わないということです。あと先生、もう一点、フリーランスの所得保障のところで対象と額をその1日4100円から抜本的に拡大していただくと、はい、具体的にそのいくらぐらいを想定されているのか。額についてはですね、4100円の根拠全くないと思うんですよ。で、最低賃金から計算しても大体4時間分ぐらいしかなりませんでしょう。で、一般労働者の場合8330円ということになってなってるわけですから、少なくともね、その額にを保障するというのは当たり前じゃないでしょうか、額の面では。それから対象という点では今はこれありますように、休校によって仕事に行けなくなった方というのが狭くなっているわけですね。しかし今、もうこのコロナ、感染症によってですね、日本経済全体がこう大きなダメージを受ける中で、このフリーランスという働き方に非常にしわ寄せがいって、休業に追い込まれる、そういうケースがたくさんあるわけですから、ですから休校に狭めないと。もっと枠をですね、思い切って広げるということを考えています。関連性に経験のままです、はい。この手立てを講じることによって正直その全体の財政規模というのはどれぐらいというふうに想定していらっしゃるんですか。でこれはね、ここにありますように消費税などはこれ当然11兆円ぐらいのお金が必要になってきますけれども、その他の問題はこの新型コロナによる被害がどれだけ続くかによってだいぶ財政規模の幅違ってきますよね。ですから一概にいくらいくらというふうに積み上げて出てくるものじゃないんですけども、まあおおむねですね、財政支出で20兆円ぐらいの枠はまず確保する必要があろうかというふうに思っております。で、さっき言った無担保無利子の融資の20兆はこのまたさらに別枠ということになります。はい、どうぞ。WHO が今回の世界パンデミックというふうに表現してますけど、それの受け止めをお願いします。大変深刻な事態だと思います。で、やはりこういう状態になったもとで、日本としてやるべきはですね、国内での、感染を抑えて、そして国民の命と健康を守ると。いうことに最大の力を注ぐとともにですね、国際協調をしっかりやってね、全世界的にこの新型コロナを撲滅するという戦いをですね、国際協調で行っていくと、さまざまな例えば科学的知見も共有していく、あるいはやはり特に、この医療体制の弱い国もどんどん被害が広がっておりますから、そういう体制の弱い国に対しては
どっかの時点で、ね、支援ということも考える必要があろうかと思います。そういうことも含めてですね、国際協調によって人類全体がね、この疫病に打ち勝っていくという姿勢で臨む必要があろうかと思います。すみません、市民の話がちょっと別件なんですが、国会対応の話で、森法務省の発言について求めておられるかというのを教えていただきます。やはりこれは法務大臣が、自分の所管のもとにある検察官についてね、根拠のない発言をした。でしかも事実関係はですね、法務省の刑事局から直接野党が聴取したところによりますと、最初に逃げたという答弁は事実無根だと、それから、理由なき釈放という答弁も事実無根だと、これ刑事局自体がそういうふうに野党に答えたわけですね。事実無根のね、発言をして、で検察を貶めるということをやったわけですね。これはやはりね、法務大臣としての資格はないというふうに思います。そこはやはり政府がきちんとした対処すべきだと、これを求めているところです。きちんとした対処というのは辞任を求めている、資格はないと私たちは考えています。これ野党の一致した見解だと思います。もう一点ちょっと別件で申し訳ないですけど、今さまざまなコロナによるさまざまなイベントが中心になってまして、選抜の高校野球もちょっと中心になってしまいましたけども、そのことについてどういうふうに。これは大変残念だと思います。でこのためにね、練習重ねて頑張ってこられたわけですから、本当に残念だというふうに思います。ただぜひ頑張ってこられた方の思いが報われるような、対応をねしていくことが今後大事だと思います。日系の子ども、はい、今のの関連なんですが、選抜もさることがあるその補選が4月予定されている中でこういう状況できるのかという意見もあるかと思いますが、その点についてはどのように考えられるでしょうか。選挙そのものはできるんじゃないでしょうか。これはなかなかその選挙活動のやり方はね、これはやはりどうしても現状では当然感染防止ということを考えた対応が必要ですよね。ちょっと握手しないとかいうことも当然必要になってきますし、それに即したことが必要になってきますし、それから投票所などもですね、そういう感染防止の対応が必要になってくると思うんですが、選挙そのものは可能だろうと思います。はい、すみません、先ほどの森大臣の関連なんですけれども、今まさに森大臣、官邸に呼ばれてまして、安倍総理大臣から厳重注意を受けていると、まだ見られるということで確定ではないんですが、仮に安倍総理大臣の厳重注意ってなった場合に、これは政府としてきちんとした対処だというふうにはお考えになりますか。ちょっと仮定の質問には答えづらいけど、野党が一致して今言っているのは、資格はないと、そういう立場で対処を求めるということです。ですから、注意すれば済むということにはならないと思います。はい、時事通信の地下です。この後新型コロナの国葬法本会議で与党が採決する方針です。共産党は連合政権に呼びかけている立国と対応が分かりましたけれども、今後の国会調査、それから選挙での協力に影響ないか、また今後も共産党と立憲国民と意見が分かれることはあるんでしょうか。これはまず特措法についてはですね、私が先週の党首会談でもこれは撤回すべきだということを求めました。そして法案に対する態度はご承知の通りでありまして、私たちは国民の人権の制限、これ後半に可能にする、それに対する歯止めが極めて曖昧だと、そして緊急事態宣言の発動の要件も極めて問題がある、例えば専門家の知見をきちんと聞くということもない、国会に諮ることもない、で担当大臣が、大丈夫なのかと自分も率直に言って思ったというようなものですよね。ですからそうした人権制約を課すという点でも、そしてその人権制約に対する歯止めがない、曖昧だという点、そ
それから非常緊急事態宣言の発動の要件が、これも歯止めがない。ですから法案の内容上にはこの2つの大きな問題がある。そして通し方そのものがですね、わずか3時間の質疑で通したってやり方はこれは許すわけにいかないと抗議したいと思います。で、これは総理自身がね、今緊急事態宣言を出すような状況じゃないと言ってるわけですから、そんなに急いでやる必要はどこにも ないと思うんですね。で、引き続き私たちは徹底的な審議を求めます。そして廃案を目指して最後までやっていきます。まあ、率直に言ってですね、私はね、危機を理由にしてね、人権制限を行うことがですね、何をもたらしたかっていうのは歴史が証明していると思うんですよ。危機の時こそですね、人権を尊重すると。で、どうしても必要な人権の制約ということは起こり得たとしてもね、あったとしてもですね、それはうんと抑制的なものにする、こういう原則で臨む必要があるということを重ねて言っておきたいと思います。その上でありますけれども、これは野党の間で意見が分かれたのは残念です。ただこれはね、政策的対応の違いということはあり得ることでありまして、私たちは野党共闘の方針に変わりありませんし、引き続きやっていくと。で、影響はありません。そういう立場で臨みます。まあ、いろいろな問題で方針の違いというのは起こり得ることで、まあ、今後もできるだけ少ない方がいいけども、起こり得ることですよ。それから現にいろんな法案の対応も分かれてますよね。ですからこれをもってね、野党共闘について影響が出てくるというふうには考えておりません。はい、はい、野党連合政権が実現した場合、政権与党にとっては危機管理というのは非常に重要だと思うんですけども、共産党がその危機管理で与党に入った場合、危機管理で、他の与党と意見を異にする可能性というのはありますか？まあ、危機管理といった場合、一番大きな問題というのは、やはり日本の主権を守っていくという問題が一番大きな問題だと思うんですよ。で、この点については安保条約あるいは自衛隊について私たち独自の政策を持ってるけれども、それを連合政権に持ち込むことはしないということをすでに明らかにしておりますし、今度は詳細な説明を各党にしていきたいと思っております。ですからこれはね、基本的に起こり得ないと思っております。まあ、今回みたいなことが今後どうするに対処するかというのは、一つ の私たちとしては検討課題、緊急課題だと思いますが、今回この問題で立場は分かれましたが、今後こういう問題をどうしていくのかという問題はね、やはりよく相談が必要だと思いますけれども、しかしそれもよく議論していけば一致点が得られると思います。私の話です。はい、今また別件なんですが、先ほど話の補選、静岡補選の件ですが、まあ、以前野党統一候補の調整って、まあ、完全には進んでないと見られると思われますが、まあ、改めてその島津さんを統一候補で引き続き求めていくという姿勢に変わりはないでしょうか？この問題は、先週の会見でも、質問がありましたけれども、私たちは、態度は変わりません。同じです。答えは。なければ終わりますが、あ、いいですか。よろしいですか。終わりますが、ちょっと最後にご案内なんですが、これはちょっと我が党の、取り組みとしてですね、土曜日の14日の日に、海底光量学習講座というのを行います。これは当初400人規模の、学習会を党本部の大会議場で準備をしていたんですが、新型コロナの感染症の対応を考えまして、そのやり方をやめまして、まあ、基本的にオンライン講座という形で全国に配信して、まあ、インターネットで見ていただくというやり方で行います。で、10時半からオンラインで配信しまして、5時まで休憩挟んで正味5時間の講義になります。それでこの講義では、この前の綱領改定によって中国に対する綱領上の規定を見直しました。
その規定の見直しの意味、それからそれがどういう新しい視野を綱領に開いたかという問題について、かなり踏み込んだ、報告をしようと今準備をしているところであります。で、この、オンラインはですね、YouTube でも同時に配信いたします。それから YouTube にはすでに、講義のレジュメ並びに講義で使う資料アップしております。ですからそれを見ていただければ、大体どういう講義が行われるのかということについて、お分かりだと思いますので、できれば見ていただければというふうに思います。で、この講義ではこれまで公表してこなかった、いくつかの、事実も、初めていくつか言うことも考えております。ですから見ていただければということを最後にお願いしたいと思います。ちょっと長いもんですが、恐縮ですが、以上です。はい。